有吉さん、やりまんと3文字かぶっている矢口真理の典型的ディッチがもういちゃもんだよ安田圭の結婚についてブログでこんなこと語ってやがりました。本当に本当に心からおめでとう。私の結婚式でブーケを受け取ってくれて、この結婚自分のことのように嬉しいです。圭ちゃん、やっと婚約発表しましたね。この日を待っておりました。出た出た出た、お得意の自分のおかげですアピールで好感度上げようってか。ただな、今回はそううまくいかないぞ。なぜなら、あの結婚式でお前が投げたブーケを最初に受け取ったのは安田圭ではなくクリス松村だ。そしてクリスが安田にそのブーケを手渡したから結婚しただけであって、お前の手柄ではなくクリスの手柄なんだよ。はあ、この事実は世間に知られてない？我々を舐めてもらっちゃ困るな。この事実はな、2012年の6月にこのゲスラジオで大々的に放送されてるんだ反省したら、ヒルナンデスの放送中にズル向け風俗まんじゅう有吉を刺激してヒル向け低俗番組しこるんですよ放送中ありがたいですけど有吉さん、歌と演技が下手くそな福山雅治さんがちょっとガリレオで共演中の吉高由里子ちゃんにセクハラまがいの行為をしているらしく、 CQ 雑誌朝日芸能にこんな記事が載っていました。福山は吉高に向かって、蛇にピアス見たけどよかったよおっぱいが、とセクハラ攻撃。極めつけは、お前綺麗だな乳輪の色が、と言い放ち、吉高自身も大受け。実に面白くないイケメンを武器にした上から目線の下ネタ、実に面白くないつまんねえ下ネタで笑っちゃう美人女優、実に面白くないついでに吉高由里子の乳輪ピンクではない、実に面白い有吉さん、 AKB のクソガキセンターこと松井ジュリナちゃんの野郎がどっちなんだよ松井ジュリナちゃんの野郎が、長嶋さん、松井さんの国民栄誉賞を受け、こんなコメントしてやがりました。松井さんは同性ということで、特にホームランを打った時なんかは私も負けてられないと勝手に意識していました。松井さんに近づけるよう私も前に進み続けます。こんばんはジュリナちゃん、このペースなら国民栄誉賞なんて余裕だよね松井秀喜さんはバット握ってこの賞を受賞したけど、ジュリナちゃんだって数えきれないほどファンの手を握ってきたもんね。これからどんな松井が出てきても、松井界のトップはもちろんジュリナちゃんだと思うし、出てくることもないと思うよ。だから一緒に国民栄誉賞受賞を目指そうね。とでも言うと思ったかおいこらタコこら中学卒業したてのションベンくせえアイドルが松井秀喜さん意識すんじゃねえよ。口は災いのもとだって学校の先生に習わなかったのか。いいか、お前が国民栄誉賞取れるなんてはな、オタクのや